はい、どうもこんにちは。フィギュア大好きトイカンです。今回はですね、なんと艦隊コレクションの艦コレが8周年を迎えたということで、おめでとうございます。パチ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 。いやー、8周年ですか。なんともキリのいい8周年ということですが、やはりこの一つのゲームが8年続くということはすごいことなんでしょうね。で、そんなおめでたい艦コレから8周年記念として、こちらのフィギュアの再販が決まりました。そのフィギュアがこちらです。天国から発売されています、艦隊コレクション艦コレより鹿島でございます。はい、なんとこの天国の鹿島が艦コレ8周年記念として再販されることになりました。マジかいやー、これはね、8周年記念様々ですね。このフィギュアを欲しがっていた提督の皆様、おめでとうございます。鹿島再販されないかなーなんてコメントをたまにね、いただいていましたから、この鹿島の再販を熱望されていた方も多いのではないでしょうか。で、そんな鹿島をまだ買うかどうか悩んでいる提督の方々、今回はね、そのような方たちのためにも、こちらは初版ものではありますが、改めてレビューさせていただこうかと思います。実はこのフィギュアの開封レビューは以前にも上げているのですが、あれはもうね、3年以上も前の動画なので、今回新たに撮り直しました。僕も自身の YouTube のトップページに画像を貼っているほどのお気に入りフィギュアでございますので、どうぞね、最後までご覧いただければと思います。本当に素晴らしいフィギュアですので、ぜひね、ご覧くださいませ。で、こちらのスケールが7分の1スケールです。で、こちらの初版時の価格が税込みの 16,800円です。で、今回の再販版が税込みの 18,800円になります。なので2000円ほど高くなってます。まあ、これは物価の上昇、フィギュア価格の上昇がありますから、まあ、致し方ないところではございますが、現在 Amazon だと新品が4万円を超えてますから、これが定価で買えるのは本当に嬉しいですね。ちなみにこれ、ミリタリーワッペン付きの限定版もございます。こちらが税込みの28,800円となっております。担当原型師は横田健さん。同じく天国では、カンコレの春菜会に、ムツ、アイオワなどを担当されています。で、こちらの鹿島は、偽装をつけた状態と、偽装を外した軽装バージョンでディスプレイすることが可能です。台座もこのように、軽装バージョン用のものと2つ用意されています。これがね、なかなか便利なんですよ。まあ、偽装をつけた方が雰囲気はあるんですけれども、飾るスペースが狭い場合とか、あとは暑い夏とかはね、偽装を外して、で、ついでにスカートも外して、超軽装にして飾るのもおすすめです。まあ、YouTube ではね、スカートを外すと怒られるので、今回は映せませんが、なかなかいいですよ、鹿島のパンツ。で、この状態が偽装をつけていない軽装バージョンです。なかなかこれもスッキリしていていい感じです。本体自体のクオリティがかなり高いので、これだけでも十分に堪能できます。あと、もともとこの鹿島の制服のデザインもいいんですよね。クリーム色がかったオフホワイトを基調としていて、全体的に落ち着いているように見えるんだけど、結構スカートは短め。これもうね、ちょっとかがんだだけで、お辞儀しただけでもうおパンツ見えちゃいますから。このデザインがちょっとずるいんですよね。で、これは台座に本体を取り付けて、で、付属品は帽子だけをつけてます。帽子はこのようにマグネット式で簡単に取り外しができます。帽子自体が軽いので簡単には外れないですね。で、鹿島の髪の毛はツインテールなんですよね。ウェーブのかかったツインテール。このウェーブがなんかちょっとセクシーというか、エッチく見えるんですよ。なぜか。で、髪飾りもついてます。これもカンコレっぽいデザイン。で、お顔。僕はこの鹿島の顔が好きですね。やはりここもちょっといやらしい表情。なぜか。なんだろう。そう見えるのは僕の心がエロいから。やや吊り上がった瞳が猫っぽくて可愛いですし、小さな口にもね、リップが薄くのってます。で、衣装です。カンコレの衣装は本当に面白いですよね。セーラー服をベースに船の造形をところどころに施しているデザイン。特にこの裾のデザイン、船や怒りのデザインがね、面白いです。光沢感もちゃんとね、出ています。
ワンポイントの胸元のスカーフだったり、あとは肩の肩章、ここら辺も丁寧に造形されています。そして鹿島といえばこのミニスカート、この丈が絶妙です。見えそうで見えないと、これがねとても大切なんです。見えるとそれはそれでダメなんですよ。覗けば見えるけど覗かないと見えない、これが大事で、その下の太もも、このムチムチ感、特別太いわけではないんだけど、やはりスカートの形状でそう見えるんでしょうね。しかもこれですね、なんと天国が研究に研究を重ねて開発したスムーススキンという特殊製法が施されているんです。触るとですね、超スベスベなんです。まさにこの鹿島の太もものために生まれた技法、そう言っても過言ではありません。ぜひね、提督の方はこの鹿島を買ってスベスベしてください。そして黒い靴下とカンコレではおなじみのブーツ、これも船の舵の部分をね模様したデザインになってます。本当にカンコレはこういうのが面白いですよね。で、変わりましてこれが付属している別パーツの偽装部分なんですが、この大きなものが背中に背負う連装砲のパーツ、他にも機銃とか単焦灯、あと両手にも交換して双眼鏡などを持たせることができます。結構ね、いろいろとついてるんです。では組み立てていきます。再販で買われる方はよろしければね、この動画を参考にしてくださいませ。まずはこの帽子を取っちゃって、で他のパーツも外せるものは外しちゃいます。まず頭を外して、で次に背中のこれ、これも外します。で今度は右腕、これも外します。さらに左手、これもね外していきます。で今度はこの大きな義装にこの単焦灯を2つと、さらにこの機銃を2つ、これを取り付けます。で義装はこっち側が正面になるので、単焦灯も正面を向けるように取り付けます。こんな感じですね。でもう片方もこんな感じで、今度は機銃、これもここにこうやってグリグリと取り付けます。細いパーツがあるので折らないように気をつけてください。でもう片方も同様に取り付けていきます。こんな感じです。でちなみにこの偽装はですね、このように稼働します。この連装砲も砲台がこのように回って、でこの付け根のところ、ここもね動きます。さらにこの砲身も動きます。これはそれぞれ独立してこのようにね動きます。でこれはね、まあ飾る時にポージングを決めればいいと思います。であとはこれを取り付けていきます。まずは右腕のこのパーツを取り付けます。先にこの頭を取っているとこのパーツが取り付けやすいです。で次に左手のこのパーツ、これも取り付けます。でここでね頭を戻します。で次に大きな義装をつけるのですが、先にねこの支柱を取り付けます。義装のこの部分に穴が開いているので、ここに差し込みます。奥までしっかりと差し込みましょう。でここで台座を付け替えます。まず軽装バージョンの台座を外して、でさっきの義装と鹿島の両足の3点で支える形になるのですが、まずね鹿島を先に取り付けます。で義装も取り付けるんですが、先にこうやって支柱をね差し込んじゃいます。で次に鹿島の背中に取り付けます。この時に少しね鹿島が浮きますけど気にしないでください。最後にねしっかりとはめ込めば大丈夫です。これで義装が取り付けられました。で最後に帽子を取り付けて、はい、そして再販の決まった鹿島の義装をつけたお姿がこちらです。はい、完璧ですね。いやー素晴らしい。この鹿島は本当に素晴らしい。思い起こせば僕の最初のね買ってよかったランキングの第1位がこの鹿島なんですよね。それだけ僕にとっても大切なフィギュアですし、最高のフィギュアでもあります。可愛さ、バランス、ボリューム、クオリティ、すべてが完璧なフィギュアです。そしてこの偽装なんですけれども、ご覧ください。これもものすごくよくできてます。全体的に暗くて重い塗装なんですけど、塗装のはみ出しとかは全然ありません。で細かいモールドなんかがあるんですが、そこの凹凸に合わせて丁寧にシャドウが吹かれてます。これが結構強めに吹いてあるんですけど、これがその重厚感を醸し出してますね。
この双眼鏡なんかもリアルでしょう。きちんとこれね、レンズの部分もクリアパーツでできています。この可愛くね、肩にかけているショルダーバッグみたいなものも、これもね、レザーの部分とか、ここもね、リアルに表現されています。造形も完璧なんだけど、塗装も完璧。本当に今でも最高のフィギュアですね。はい、いかがでしたか？僕も久しぶりにこのフィギュアを箱から出しましたが、相変わらず素晴らしいフィギュアでしたね。カンコレもだいぶ落ち着いたとは思うんですけど、それでもこのフィギュアの人気は落ちませんから、いろいろ出ているカンコレフィギュアの中でも、やはりこれがナンバーワンではないでしょうか。カンコレの枠を超えても最高峰のフィギュアですよね。天国の魂が宿ったフィギュア、本当にありがとうございました。ちなみにこのフィギュアの看護師はパンツです。かなりね、いいものなので、欲しい人は買って確かめてください。もしかしたら昔僕が上げた動画にパンツが映っているかもです。で、こちらのフィギュアが現在再販予約受付中なのですが、受注期間が6月15日までです。そうです。僕の姉ちゃんの誕生日です。どうでもいいですね。欲しい方は下にリンク先を貼っていますので、そちらからカンコレってくださいませ。ではでは、次もフィギュアレビューでお会いしましょう。フィギュア大好きトイカンでした。またねー。